八五郎とヨタロウが長屋の外で噂話をしている。いや、最近は物騒ですな。財布は薄くなるし、髪の毛も薄くなる。私はどっちも戻ってくる呪文を知りたいですよ。おいヨタ、知ってかこの近くの長屋に幽霊が出るらしいぜ。ね幽霊って、あの白くてふわふわしてるやつかそうそう。ねえな。 夜中になると恨めしあって出てくるんだと。なんだよ、それ。お前が作った話じゃねえのか違う違う。噂じゃ、家賃を滞納してた住人が死んで、そのお念が出てるとかなんとか。へえ、家賃が払えないと幽霊になるのか。じゃあ俺もそのうち出るかもしれねえな。いやかましいわ。お前は家賃払わないどころか、借りた米も返さないだろ。ね、よとろ、聞いたか 隣の長屋に幽霊が出たらしいぞ。え幽霊それ、食えるのかお前は何でも食い物にするなよ。幽霊だぞ。ほら夜中に裏しやとか言って出るってやつだ。二人は興味本位で幽霊が出るという長屋に忍び込むことに。夜中、物音がする。静かにしろよ、よた。なんか聞こえるぞ。え俺には何も聞こえねえけど。おい、あそこ。 白いもんは動いてる。あ、ほんとだ。あれが幽霊かおい、聞いてみようぜ。お前、正気か。あんなもんに話しかける奴はどこにいるだってさ、もし幽霊が本当に裏しやとか言ったら、聞き返したくなるだろお前は何でも話し相手にするのか。その瞬間、奥から低い声が聞こえる。う、裏飯屋。き、聞こえた。本当に嫌がった。 すげえな、噂通りだ。おい、幽霊さんよ。何がそんなに恨めしいんだいお前、やめろ。命が惜しくないのか幽霊が近づいてくる。二人は震え上がる。だが、幽霊が近くに来ると、その正体が明らかになる。あれ幽霊の足が地面についてるぞ。ほんとだ。しかも、何か腰にぶら下げてやがる。お、これは家賃の帳簿じゃねえか。 幽霊の正体は、長屋の大屋だった。大屋はこう言うんだ。お前たち、何をしているんだこの芝居で家賃を払わせようとしてるんだよ。まったく、最近の住人と来たら、払わない奴ばっかりで困るんだ。いやいや、大屋さん。それ驚かせる方が悪いですよ。心臓が止まるかと思いましたぜ。すると大屋はこう言うんだ。お前らだって、家賃払わないくせに何を偉そうに。それを言っちゃうおしまいですよ。 でも、これだけ怖がらせておいて、家賃ちょっとだけ値引きしてくれるって話なら、こっちも納得しますけどね。なんだその理屈はまったく、もういい、さっさと帰れと、大ヤ二人は、逃げるように長屋を後にしたとさ。いや、幽霊かと思ったら、ただの大ヤさんだったな。でもあの大ヤの野郎の顔、ちょっと幽霊っぽかったな。お前、それ大ヤに聞かれたら、 本当に幽霊にされるぞ。幽霊ってのは、出ると怖いが、出なくても家賃が怖いって話だ。